人参、ジュールがある。おや、鳥小屋の戸を閉め忘れているね、とお母さんは言いました。外はもう真っ暗です。お母さんは兄さんと姉さんに戸を閉めてくるように言いましたが、二人とも言うことを聞きません。じゃあ人参、お前が行ってくるんだよ。お母さんは末の男の子に人参とあだ名をつけて呼んでいました。髪の毛が赤くてそばかすだらけの顔をしていたからです。人参は暗くて怖いので行きたくありませんでした。でもお母さんにぶたれたくないので勇気を出して鳥小屋の戸を閉めました。でも褒められないばかりか、以後毎晩鳥小屋の戸を閉める係にされました。人参は今までに何回もベッドの中で失敗しています。夜中に起きるとおまるに座るのですが、今夜はお母さんがおまるを置くのを忘れたらしく、人参は我慢できずに暖炉におしっこをしてしまいました。翌朝お母さんに怒られたので、人参は言い訳をしようと思いましたが、ベッドの足元にはなぜかおまるが置いてあります。お母さんの仕業です。人参は困ってしまいました。いつも怒られる人参はついにお母さんに反抗しました。お使いに行けという命令に、お父さんが行けと言うなら行くけどお母さんのためになら絶対嫌だと言い張ったのです。その様子を見ていたお父さんは人参を散歩に連れて行き話し合いました。お父さんは自分だけが不幸だと思ってはいけない、大人になるまで我慢するんだと人参に話しかけました。人参はお父さんの言うことを分かっていました。それでもそれまでのお母さんの人参に対する仕打ちはひどすぎたのです。実はお父さんもお母さんのことを快く思っていませんでした。そのことが分かると人参は喜びました。けれど人参の姉さんの結婚が決まった日から感情が高ぶり、こう叫んでしまいました。僕なんか誰も愛してくれやしない。この叫びをお母さんが聞き、ものすごい顔でやってきたので人参は慌てて言いました。そりゃお母さんは別さ。解説。人参は1894年に出版されたジュール・ルナールの中編小説単行本の出版後、ルナール自身によって戯曲化され、1900年にアンドレ・アントワーヌが舞台化を手掛けた。人参の本名がフランソワドということは、戯曲を元にした映画やミュージカルの紹介などにも書かれているため、一部では知られた事実である。しかし、小説ではフランソワという人参の本名は一切登場せず、その後に書かれた戯曲に初めて登場したものである。翻訳を担当した中条翔平は、本名を付けられないから人参なのに、と述べている。全文は青空文庫にて読むことができる。一部挿絵含む。